勝重雄は日本の国際公務員、カザフスタンナザルバイフ大学学長、世界銀行副総裁などを歴任した、東洋面下に勤務する父親の西ドイツ駐在に伴い、西ドイツに渡り、現地のギムナジウムに通うこととなった。そのため、勝家の会話は日本語よりも主としてドイツ語が用いられていたという。 日本に帰国した際、日本の学校に通った経験が解無であり、日本語にも不安があったことから、ドイツ語教育を手掛けるなど西ドイツに縁のある独教高等学校に通うことにした。東京外国語大学卒業後、ウィーンへの留学を経て、東京大学大学院を修了した。大学院生の頃から開発に興味を抱き、大学院を修了すると、 国際連合工業開発機関に勤務した。国際連合工業開発機関では発展途上国の開発事業を手掛け、カリブ海の小国グレナダでは同国の計画省にて開発アドバイザーを務めた。2年ほど勤務する間に発展途上国の開発により深く関わりたいとの思いを抱き、1979年に世界銀行に入港した。世界銀行では主として 西アフリカプロジェクト局のエコノミストとして勤務し、ベナンやコートジボワールなどにも赴任した。2003年、世界銀行にて、欧州、中央アジア地域を所管する副総裁に就任した。世界銀行副総裁を退任後は、カザフスタンに渡り、2010年に改学したナザルバイフ大学にて、学長に就任した。祖父である、勝小吉は、海軍軍一家士官となって、 海軍軍少将に至った。父である、勝正一は、東洋面下上無取締役を歴任するなど、実業家として活躍した。時系の勝栄次郎は、大倉省に入省し、財務事務次官に上り詰めた。茂雄の母によると、昔は、勝と書いて、すぐろと読ませたようですと述べた上で、勝家は、るり城の城主であった、武田正勝の末裔と伝えられていると説明している。 なお、茂雄の兄である、勝栄二郎が財務省の高級幹部になるにつれ、栄二郎や茂雄らが、勝也栖義の子孫だとする報道が流布された。しかし、それらはすべて誤報とされている。茂雄の母は、勝也栖義との遠赤関係を否定しており、勝也栖義の直系の子孫もこれらの報道を否定している。また、財務省広報室も、 勝也ヤスと英次郎の遠赤関係を否定するコメントを出している。ありがとうございます。